ミハイル・ボロディン・ミハイル・マルコビチ・ボロディンはコミンテルンの工作員。本生はグルーゼンベルグ。ロシア帝国、ビテプスク県のヤノビチ生まれ。1903年に、帝政ロシアで、ロシア社会民主労働党に入党した。1904年から1905年、スイス・ベルンで暮らす。1905年の革命時、リガーで地下工作に従事し、 1906年末、イギリスに移民した。1907年から1918年7月まで、アメリカ合衆国で暮らし、在米中は、バルパライソ大学で受講している。10月革命の後、1918年に帰国し、外交関係部門で働き始めた。1919年から1922年の間、彼は、コミンテルンの工作員としてメキシコ、その後、 アメリカ合衆国、英国で活動した。イギリスではコミンテルンの工作員として逮捕され、半年の交流後に国外追放された。1923年から1927年まで、ボロディンは中国関東における中国国民党政府に対してのコミンテルン及びソビエト連邦の代表であり、その時期には孫文の主要な政治顧問となっていた。 彼の進言により、中国国民党は、マルクスレーニン主義を受け入れ、共産主義者の入党が認められ、候補軍官学校が設立された。同時に1925年から1927年の間は、関東において、繁栄運動の組織と指導も行っていた。モスクワの英国大使館は、ボロディンの人物紹介を求めたが、当時の外務人民院代理、 マクシム・リトビノフは、ボロディンのことはほとんど知らないけれど、彼は、ソ連政府とは、何の関係もない一民間人であると答えている。1925年の孫文の死後もボロディンは中国、国民党政府の政治顧問を続けた。1927年4月6日、南京事件によって高まった列強のソ連に対する、懸念から調査人による北京のソ連、大使館捜索が行われ、 ロシア人、中国人80名以上が検挙され、武器及び宣伝ビラ多数などを押収した。これは、法典にも国民党軍からの共産主義者が入り込み、それによる満州の共産化運動を防ぐための招致でもあった。押収された極秘文書の中に次のような内容の訓令があったと総司令部が発表した。その内容とは、外国の干渉を招くための略奪。 残殺の実行の指令、短時間に軍隊を派遣できる日本を各国から隔離すること、在留日本人への危害を控えること、排外宣伝は繁栄運動を建て前とすべきであるというものである。4月12日には、小海石が上海空出デタを起こし、共産主義者たちを追放し、彼を逮捕しようとした。5月12日、 ソ連の貿易代表部であったアルコスのロンドン事務所が捜索を受け、その際に重要な文書として、モスクワのソ連が務省から北京の工作員に向けて打電された公式電報の写しが見つかった。そこには、北京におけるソ連代表が任命されるまで、同志ボロディンがモスクワから直接送られてきた命令を実行することと書かれていた。ボールドウィン政権は、 ソ連のスパイ活動及び破壊活動を非難し、5月26日には、英国とソ連は国交を断絶した。1927年7月、王朝明率いる武漢国民政府も、共産党を受け入れていた政策を破棄し、共産党の言論取締りを決定し、ボロディン等ソ連から来た顧問を罷免した。ボロディンはその年に、ソビエト連邦に帰国した。帰国後まもなく、 労働人民委員代理に任命された。その後、英字新聞紙、モスクワニュース編集者、タス通信副局長、ソブインフォルムビューロー編集長として働いた。ユダヤ人だったため、1949年にソビート連邦の敵であるとして逮捕された。シベリアの強制収容所に送られた後、そこで2年後に死亡した。死後、名誉回復。ケネスレクスロスは、 彼のシアナザーアーリーモーニングエクササイズにおいて、アンドレ・マルローは1928年に発表された、彼の最初の小説レコンクランツにおいて、ボロディンに触れている。ありがとうございます。